ずっと試合中。もうすぎる。ダーン。中から外側。ダリック。さあ諦めるか。Reese, it's not me holding, and he's looking for the finish. Yoshihiro Kamagai. ミラサルト、ミラッパー、詰めていく、そしてボディ、ミラッパー、さあパンチをボタンに行くか、早川の付近、さあパンチボタンに行くか、逃げるボディダウンを奪いました、アンジュの決心、ここで試合が止まりました、カメガイ・ヨシヒロ、プロデビュー戦、見事に KO 勝利で収めました。今は右拳を前に突き出した、あ、ここでダウン。ここでダウン。さあこの2試合目、さあまた食らついた、ルクサイコンに食らついた、ここで試合終了。強烈な右を顔面そしてボディに払ってきました、亀ヶ谷義弘。とてもプロ3戦目とは思えないようなそういった立ち上がりを見せています。そうですね、バックテンプルですね。右のストレート一閃、元アマチュアチャンピオンがまずは第一ラウンド、青いボクシングローブの伊藤健、今日右ストレートカウンター決まった。伊藤はどうだ、伊藤はファイティングポーズを取っている。さあ戦えるか、残りは1分。伊藤しかしかなりダメージが来ているか、左フック、亀が出る、亀が出る、亀が出る、危ないですね。あ、ここで試合を止めました。足に来ていた伊藤のダメージを見てビリーマーチンが今ここで試合を止めました。強いパンチが再三当たっていく。さあここは亀貝のテクニックを見せている。15秒あります。亀貝右、大田の右です。亀貝右、まあ、どうしてもですね、苦しくなった時に相手の顔から血が出ているとですね、さあ左、さあ足が止まった、チャンスの足が止まった、次のパンチ、さあ追い込んでいく、セコンドから勝利になるか、相手が前傾姿勢になると今度は左ラッパーを上に突き上げる、右左、左ラッパー突き上げる、そして下がればそのまま左、体が崩れ落ちました。白いタオルが投げ込まれました。自分の中でも非常に悪かったんで、その亀貝のミラッパー、まあ、もともと避ける感覚は持ってるんでですね、はい、実はまあもともと左入った、引いた、そしてアーリングのおっさんだった、来ましたね、来ました、亀貝義弘18連勝のそのノックアウト勝利、亀貝義弘です。まあ、左と左、そうですね、もうパワーで吹っ飛ばしましたね。様子でですね、はい、ずっと試合中、もうすぎる、ダーン、聞いてますから、ここは止めました。第2ラウンド、亀貝義弘ワンパンチ、ここからの右です、まっすぐ力みなしにですね、モーションなしで、本当にいいパンチですね。嫌な顔しましたね、ボディ打たれて、アミストレート、まあ、その前にボディで嫌な顔して自然とカウンターになりましたよね、左のボディ、ボディに集中して、中から外側、左くん、さあ諦めるか、ここは試合を止めた、レフェリー試合を止めました。の反省点というのはですね、練習では左の打ち方、まあ、打ち方というか左の攻め方、はい、もっといろんな角度から打ったんですね、はい、うまいですよね、当てるの、当ててますね、あっと食らってきた、
ン、ダウン。あとガードをしっかり避けて、その後右ストレート、右アッパー、まあ決めましたね。あこれ。タメガイが前に出始めた。ガイデイ、これ決めた。いやこのまとめ上げ方、無駄がない、全部当たってますよね。的確ですね。そうですね。容赦なく打ち込んできます。あ、濃いという、濃いという亀貝ジャブです。右ストレート、ワン、ツー、スリー、フォー。ノーガード亀貝、効かないという亀貝。自分が思い描いていたチャンピオンというのはこんなもんじゃない。強いチャンピオンに勝ちたい。ちょっと顔も腫れてますので、止めてもいいか分からないですね。ラストリッター、右アンガード上げればですね、打つとこはないんですよね、はい、ビーン。まあもっと前にね、止めても本当は良かったかも分からないですね。最強のチャレンジャーが今最強のチャンピオンになりました。決着を告げた右、これでデビューから15戦15勝 13KO となりました。Quickly, yeah, corner of the right eye. Pressure fighter being part of Team Margarita. This was supposed to happen 3 years ago, this fight. The score, who will steal it here? 10 seconds to go in the ninth. Oh.A draw, tenemos un empate y posible revancha. Boy, it is rare that you see a fight start out in the first. Oh, big left hook. Oh, good body shot by Kamagai. Those are the adjustments that Kamagai's made, I think. Stuff like those hard, crushing body shots. You mentioned, and we've been talking about the solid, solid professional career.That Soto Karas has had. The body's hurting. The body's hurting really bad now. Those body shots, yes. Ask the question, yes. Do you still want to fight? Oh, goodbye. Oh, that hurt again, Max. And that hurt again. And this time with the right hand of the show referee, Jack Reese. It's not me holding. And he's looking for the finish. Where he had it. And 9 3/4, he gets up. And Soto Karas lands a big right hand.Big display of heart, and fact that those shots are taking place upstairs. And Soto Karas's corner correctly stops the fight. Tremendous performance by Yoshihiro Kamagai. I would call this a career best win.Your winner by KO victory from Tokyo, Japan, Yoshihiro Kamagai! Will be looking to break his opponent's heart. Roy Doncottle. Nice uppercut there for Kamagai. Trying to do him on work rate, isn't he? On the facial damage, which is coming very early. And is flowing at a rate from the nose of Kamagai. Kotto, the chants of the crowd, go up once more. Oh.Big effort from Kamagai, and fair play to him. He's gone with Kotto all the way. He's been in the ring with a man. The bravery, remarkable bravery. Look at that, isn't that lovely to see?